ドナテロ・ケイ・デイブス。彼の番組手術による能力は自重の100倍近い物体を持ち上げる最強のアリパラポネラ。まさか遺伝するはずなどなかった。当時の科学者の誰もが神のいたずらだと言ってましたよ。だが地球の神はいたずらなどはしない。その意志と能力は 受け継がれる。誰の話をしているんですか。日米合同第2班班長ミッシェル・K・デイブス。キャプテンの。彼女には能力が2つある。1つは彼女が父親から受け継いだもの。1匹、2匹、3匹、4匹。 そう、パラポネラの筋力。そしてモザイクオーガンオペレーションで与えられた2つ目の能力。ベースはやはり昆虫型。 20世紀、マレーシアにて奇妙なアリの奇妙な行動が目撃された。そのアリは自爆した。すぐ死ぬなこいつら。